入院旨独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センターは山口県宇部市にある国立病院機構に属する病院2008年9月30日までの休床は独立行政法人国立病院機構産業病院政策医療分野における呼吸器疾患の機関医療施設重症心身障害の専門医療施設である現在 一般病床215床、結核病床50床、重症心身障害児、病床120床で運営している。一般病床のうち25床の緩和ケア病床を保有しており、一般病床215床のうち120床以上が、がん患者の入院となっている。胸部呼吸器疾患に対する専門医療及び、重症心身障害児に対する専門医療に特色を持つ。 特に呼吸器疾患については、山口県で中核的な機能を持ち、良性、悪性とも難治性の呼吸器疾患、COPD、間質性肺炎等の治療機能を持つ。肺癌の手術件数の実績は、全国で11位、中国四国九州で2位の実績を有するとともに、胸膜中皮腫の診断治療も専門機能を持つ。また、悪性胸膜中皮腫診療は、 専門の内科医、外科医がおり、検診、診断、治療まで一貫の医療が行える。臨床研究分野では、岡部は臨医師ら国内外の共同チームによるアスベスト固定に関する研究で先駆的である。がん治療については、血液、乳腺、消化器等の治療も行っている。癌薬物療法専門医が3名おり、癌の予防、診断、治療、化学療法、 放射線治療、緩和ケアまで一貫して、ん治療を行っている。放射線については、画像診断専門医、放射線診断専門医がいる。障害児医療は、入院による病院診療のほか、通園施設や障害児外来などを通し、在宅支援を行っている。療育施設のほか、敷地内には、山口県立宇部総合支援学校の分室を併設する。 これらの医療に対する専門性を広く知らしめるため、2008年10月1日より病院名を山陽病院から山口宇部医療センター解消の上、山口がん、呼吸器センターの副名称を設けた。ありがとうございます。